現像チャンネルをご覧の皆さん、アンバサダーの田代です。今日は清原選手に来てもらいました。清原選手、こんにちは。こんにちは、背番号7番の清原翔平です。いつも応援ありがとうございます。ありがとうございます。それでは早速ですけど、清原選手、前節の、長野パルステイロ戦についてどうだったか教えてください。まあ、個人的には初のスタメンだったんで、そうですね、初スタメンですね、はい。まあ、久しぶりの90分でもあったんで、まあ、体的にどうかなと思ったんですけど、まあ、自分的にはやれるとこも、まあ、あったし、まあ、それに対して、まあ、結果ついてこなかったですけど、まあ、強化できるとこもあったし、まあ、課題も見つかったのかなと思います。そうですね、全勝だった相手に、まあ、前線っていうかチャンスも結構前半の方は作ってますし、はい、あそこを決めるか決めないかって。そうですね、やっぱ今のチームの大きな課題でもある、まあ、点を決めるっていうところで、まあ、相手との、まあ、今のチームの差が出てるのかなと思います。そうですね、じゃあ次のホームゲームは攻撃陣爆発って感じでいいですか。そうですね、そのために今週練習頑張っていますし、まあ、みんな課題に向かって一生懸命やっているので、まあ、ぜひ次の試合で結果が出せるように頑張りたいと思います。次のホームゲームに期待です。今日は清原選手に来てもらいました。ありがとうございました。